本日はローソンで購入しました焼き鮭幕の内弁当を食べていきたいと思います。いやでも500円以上してこの大きさってのなんか残念ですよね。なんかだいぶ小さくなった気がしますね。昔は500円でもうちょっと大きかったと思いますけど、寂しくなりましたね、本当に。まあ物価高ってのもあると思うんですけど、まあでも鮭の大きさはいいですよね。この大きさの鮭もなかなか食べれないですよ、もう。というところで早速、焼き鮭の幕の内弁当ですね。こちらをいただきたいと思います。いや、美味しそうですね。あ、美味しいですね、やっぱり。味に全振りしたような感じですよね、やっぱり。やっぱ量は少なめですよね。いい酒ですね。やっぱ秋の味覚ってところでいいですね。あとこの焼き鮭の皮も美味しいんですよ。うまみが凝縮されてますね。美味しいですよ。いいですね、やっぱり焼き鮭も。やっぱいいですね。秋の味覚ですよ。最高ですね。まあ思い出補正とかもあるかもしれないですけど、やっぱり季節柄いいですよね。やっぱりこういうふうな季節を感じれるってところでですね。またキンビラごぼうとかですね。こちらも結構素朴な味でいいですね。結構出汁が効いてますね、きんぴらごぼうも。美味しいと思いますよ。卵ですね。卵もいいですね。こちらも結構シンプルな味ですね。あと、申し訳程度にかき揚げも入ってますね。幕の内弁当だから、あれなんですけどね。あ、小ぶりですけど、かき揚げもいいですね。結構しっかり味がついてて美味しいですね。そういう意味だとすごいコンパクトに凝縮された幕の内弁当って感じですね。これはこれでいいんですけど、もうちょっと量も欲しいですね。どうしても鮭をこんだけ大きいの入れると、この値段でこの大きさになっちゃうんですね。秋の味覚も寂しいもんですね。結構脂乗ってて美味しいんですよね。ある意味贅沢な弁当ですかね。どうしても物足りなく感じてしまいますね、やっぱり。ということで本日はこの
鮭幕の内弁当ですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。